もし雷の剣について天領奉行の力を借りることができなければ非常に危険な状況に陥る可能性もある。これは何も我々の本心じゃない。ただ今は人手が本当に足りないんだ。理解してくれ。そうですよ。だからこそ話し合いが必要なんです。おーい、トーマ、何かあったのか？君たちか。ちょうど君たちが稲妻に残した影響について話していたんだ。いや、以前は柊木さんの手紙を送り届けてくれてありがとう。お二方のご友人でしたか。僕は九条家の次男である鎌治様の付き人です。一平って呼んでください。ああ、これまでの三奉行の仕事は将軍様のために情報を集め指示された任務を執行することだった。だけど近頃将軍様が静養を告げられ誰にも会わないようにしているんだ。つまりもう俺たちの代わりに物事の判断をしてくれる人がいないってわけさ。将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解している。だけど時期を同じくして稲妻外界で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだ。その通り、長きにわたり雷の規模や形態に変化が起きたことは一度もなかった。けど現在それらが稲妻の島々に近づきつつあるみたいなんだ。うえ、それって将軍に今稲妻を滅ぼそうとしている意志があるってことか？そうだぞ。それにオイラたちに復讐したかったら普通の雷でも全然十分だし。ってそれも怖いって。そこは安心してくれ。俺たちが心配しているのは将軍様なんだ。今まであのお方の意志が揺らいだことなんて見たことなかったからね。それにリーユエの神が近頃去ったことを思うとどうもいい兆しには思えない。雷が荒れ狂うのは将軍様の体に何か起きたからだと考える人も多い。誰にも会わないのは悪い影響を拡大させないためだとかなんとか。だから変な噂が広がる前にお嬢に頼まれて天領奉行と対策を練っていたところなんだ。もし混乱が起きた時に対処できるようにね。しかしそうは言っても天領奉行の内部は今非常に不安定な状態なんだ。他の家紋に対して九条家の制御が効かなくなってる。どうしてそんなことになったんだ？九条家がファデュイと結託し稲妻を破滅に追い込んでしまった。今は将軍様の裁きを待っている最中だ。ただ将軍様からの命が下されていないだけで天領奉行の人間が交代することは皆が分かりきったこと。簡単に言えば配下はもう命令を聞いてくれないのに仕事は同じようにやらなきゃいけないってことだね。高雪様の体がまだお元気であれば何か方法もあったのではと思いますが今は。あの時真相を見抜けず父を止めることもできなかった。そして父の代わりに当主の仕事をやってる今もなお内乱を鎮めることができていない。全部僕の力不足のせいだ。そんなことおっしゃらずに鎌治様、元気を出してください。少なくとも若旦那が戻ってくるまで耐えなければいけません。今の九条家にはもうさまつな変化にさえ対応する力がないんですから。ああ、それもそうだな。兄さんも今切羽詰まってる状態だ。迷惑はかけられない。それじゃあトーマ、先ほどのことはまた後日話そう。僕は今から高司家の当主高司進に会いに行ってくる。今この状況を統括できる人物は彼くらいだろう。ああ、分かった。今後のためにも早く天領奉行内部のことを解決しておいてくれ。では僕もお供します、鎌治様。いや、僕一人でいい。え、そうですか。ではお気をつけて行ってらっしゃいませ。でも雷のことも天領奉行のことも元はといえば全部将軍が急に静養を始めたことが原因なんだよな。このまま話を進めてもビクビクするだけで解決しないと思うぞ。え、そんなことできるんですか？わからない。でも試してみる価値はあると思うぞ。
出てきてくれるかは将軍の気分次第だけど。なんとか糸口が見つかったみたいだね。じゃあ君たちにお願いしてもいいかな。みんな将軍様のことを心配しているんだ。もしあのお方に会えればいらぬ噂も自然と消え去ることだろう。ありがとう。また君に借りができたね。こんな状況で将軍に会えるかもしれない人ってあいつしかいないよな。じゃあ早速鳴神大社に行こう。行くで。ほな。よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか。いくらなんでも冷たすぎるのではないか。わらわは汝の命の恩人じゃぞ。挨拶の一つもせぬのか。まあそれが汝の魅力の一つでもあるがな。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ。最近将軍が西洋を取ってるって聞いたんだ。それで稲妻外界の雷が不安定な状態になってるらしい。噂によると雷は将軍の意思と関係があるから、みんな将軍の具合が悪いんじゃないかって思ってるみたいだぞ。はあ、まあ何時らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後心がこじれて人が変わってしまったんじゃ。将軍様の力は日々衰えておる。汝があの時強く打ちすぎたせいじゃな。あやつにとって敗北は何よりも重い一撃。それにこの前わらわが会いに行った時、うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってな。ああわらわの旧友よ、甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず心が乱れて泣きわめいてしまうとは、しくしくかわいそうに。そんなことで泣きわめく神がいるか。仕方ないじゃろ。わらわからすれば何時らの心配はわらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。あれは永遠を求める永じゃぞ。凡人の命などあやつからすれば主由に過ぎぬ。凡人に安否を心配されてどうしろというのじゃ。ってことは無事なんだな。詳しい状況はわらわも知らぬ。西洋したいと言っておったし、わらわもこれといった用がなかったゆえ、自分から面倒に巻き込まれに行く必要もなかったしの。じゃが雷の件はわらわも耳にしておる。あやつの意志に変化が起きたという点についてはいささかありえないことでもないじゃろうな。静養中に会えるのは稲妻でもわらわだけじゃ。じゃがなぜわらわが何時らの手助けをせねばならぬのじゃ。浮世のすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かそうと。その答え気に入ったぞ。これは通行証じゃ。門番の奥詰衆に見せれば中に通してもらえるじゃろう。ありがとう巫女。さっきの質問は冗談じゃったが、あのように答えたからにはしっかりとやってもらうぞ。そうじゃ、通行証も後でわらわに返すんじゃぞ。
将軍様は現在静養中です。誰も会うことはできません。オイラたち、巫女からもらった通行証があるんだ。ご冗談を。今まで宮司様が他の方に通行証を渡したことはありません。それがたとえあなたたちのように名高い旅人であろうとも、将軍様はそんな八重宮司様を信頼しているからこそこの通行証に効力を。これは本物。わかりました。将軍様の命に従い、あなた方を止めるわけにはいきません。失礼しました。どうぞ中へ。しかし静養中の将軍様に対してくれぐれも失礼のないようお気をつけください。なんかうろうろ歩いてるぞ。落ち着かない様子だな。あなたたちどうやって入ってきたのですか？無断でこの地に入る者は直ちに排除します。待って、オイラたちだ。なんでまた敵を見るかのような感じになってるんだよ。もう仲直りしただろ。ここに入ったのも正当な手段を使ってだぞ。いけません。武力行使は禁則事項でした。とにかくお帰りを。私の静養を邪魔しないでください。知る必要はありません。これが私の静養時の状態です。うん、なんかちょっと変じゃないか。この身に休息は必要ありません。しかし私はあくまでも内なる者の協力者。静養が彼女の意志であるならその願いに従うまでです。ってことは静養は中の A が干渉してるんだな。でもなんでだろう。たとえ将軍が外で活動してても一心浄土には影響しないはずだろう。あんなに大きな庭園もあるんだし、静養にぴったりな環境じゃないか。彼女の願いです。それ以外言うことはありません。今の私が外へ行っても何もやることはありません。事務を処理しないのもそれをすることができないからです。ん？どういうことだ？全て禁則事項です。もう私に話しかけないでください。どうしよう、全く会話が進まない。あなたたちでしたか。お久しぶりです。将軍は今都合が悪いので、私に会いたければ直接中へ来てください。急にオイラたちを中に引き入れるなよ。びっくりしたぞ。あら、何を慌てているのですか？外の将軍は壊れちゃったのか？修理しないとダメなんじゃないか？その心配は必要ありません。あれは私の意思です。将軍のほとんどの機能は私が一時的に停止しました。今の将軍は事務も処理できず、私として振る舞うこともできません。ですので、いっそのこと静養を皆に告げたのです。言ったはずです。稲妻の永遠についてもう一度よく考える必要があると。それには時間が必要になります。そして私が考えを終えるまでの間、元となる規則にのっとって動く将軍が間違いを起こしてはなりません。あ、将軍にスイッチみたいなものはないのか？ありません。想像した時は停止することを考慮していませんでしたので。それに当時の私は、未来の私が将軍の運行規則を変える可能性があると考えた上に、そのようなことは永遠にふさわしくないと思ったのです。そのため予期せぬ事態に対する保険として将軍は
規則修正に対して非常に完璧な防御機能を備えています。私にとって人形の規則を直接変えるよりも永遠の形についての考えが終わるまでいくつかの機能を一時的に停止する方が効率的なんです。そういうことか。じゃあ稲妻外界の雷が荒れ狂ってるのは将軍の機能がいくつか停止したからなんだな。雷が荒れ狂う？それは初耳ですね。え、知らなかったのか？実は。なるほど、外界の雷がそのようなことに。厄介な状況なのか？操作の手違いでそういうこともあるんです。後で私が将軍を調整すれば問題ありません。そんな目で見ないでください。こういった操作は今までにやったことがないんです。将軍の構造は複雑なもので調整をするだけでも問題が出てくるものなんです。これは言い訳ではありませんよ。ええ、事実を言っているだけです。大丈夫、気にするな。解決できればそれでいいんだ。いいえ、進むべき方向は見つけたのですが未だに矛盾が存在しています。しかしそれほど急ぐ必要はありません。慎重さを欠いて結論を急いてしまっては本末転倒ですので。え、みんな将軍の元気な姿を見れば外で噂されてる憶測とかもなくなると思うぞ。それに場所を変えて気分転換すれば新しい考えが思いつくかもしれない。私にこの一心浄土を離れろと？確かにそうですね。今の将軍は私の代わりに事務を行えないので。わかりました、外に行ってみましょう。気分転換に行くのですから私のことはエイと呼んでくれて構いませんよ。堅苦しい呼び方はあまり好きではないので。え、でもオイラたちの目の前にいるのはエイの意識だろ。意識はここから離れられるのか？もちろん方法はあります。自分で自分を監禁するような真似はしません。おお、じゃあもう心配はいらないな。これからはオイラたちがお前のガイドだ。ガイド？何ですかそれは。今の稲妻で何が美味しくて何が面白いかオイラたちが紹介してやるってことだ。よし、じゃあ出発。空気に気分転換とは言いましたが、どのようなところに行けばいいのでしょう。まずは城内で一番賑やかなところに行こう。ここが今の市場ですか？記憶にあったものとはだいぶかけ離れていますね。町の店も商売をしている人もあの当時とは全く違います。将軍様、どうして将軍様がここに？将軍様は病気じゃ。どうして急に？どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです。将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな。町の見回りは天領奉行の仕事となります。将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため自ら出向く時間がないのです。それに将軍は休息がいりませんので暇つぶしや気分転換をする必要もありません。なあ、どうする？
する？一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるか？どうしてですか？私は何も面倒を起こしに来たわけではありません。気にする必要はありませんよ。心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけど、まあいっか。そういうのもお前らしいもんな。今も民たちは交渉にモラを使っているんですよね。おお、これは今も昔と同じだ。キラキラしてて魅了されるよな。って待てよ、まさかエイもモラがないってことはないよな。もちろん持っていませんよ。一心浄土では需要がありませんので。何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですから。しかしどうして私もなんでしょう。皆さん規律正しく過ごしているようで、あなたの言った賑やかが全く感じられません。おや、ここの屋台は何を売っているのでしょうか。将軍様の前で賑やかになれないよな。見たことのないものですね。まさか将軍様。どうしよう、緊張する。将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので少し見るだけです。あなたの売っているものを私に教えていただけますか。もちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと牛乳とか。あ、その中に牛乳が混じってるなんてなんか変だな。あなたの感じ取った変は僕がわざとつけた特色なんです。城には悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって、僕が何を売ろうとそれらにはかないません。ですので僕は目新しい組み合わせを作り、お客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです。例えば僕が最近開発した団子牛乳。団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです。味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ。団子に牛乳？聞いたことがありませんね。どうしてこのようなものを考えたのですか？申し訳ございません、将軍様。決して永遠に意見があるわけではありません。かしこまらないでと言ったはずです。そんなに恐れおののく必要はないんですよ。私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょう。あれ、なんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような。実は僕も思いついたのは偶然でした。ある日友達がお客さんのおもてなしをする際、団子を作りすぎてしまったらしく、食べきれないからと僕にくれたんです。しかし僕にとってもその量は多く、でちょうどその時僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきました。そして団子も牛乳も日持ちしない状況だったのです。そこで試しに2つのものを混ぜてみたところ、ちょうどいい塩梅で混ぜることで意外にも美味しいことが分かりまして。偶然からなるもの面白いですね。私にも一杯いただけますか。将軍様にご興味を持っていただけるなんて。はい、もちろんです。あなた方も一杯どうぞ。甘くて美味しいです。それともっちりとした食感も不思議な飲み心地ですね。そうだな、飲み物は飲んでるのになんか食べてる感じだ。おかゆみたいな。全く同じとは言えませんが、どうであれ好みの味です。ありがとうございます。こんなに美味しい団子牛乳、
さぞ売れ行きもいいのでしょう。いえ、その実は売り上げは全然。え、よくないんですか？どうして？その実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですが、ほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで、口にすらしてくれないのです。あ、別に将軍様の感覚がおかしいということではないです。お気を悪くしないでください。そうでしたか。それなら簡単です。シャブ業の人に何百杯か購入してもらい、一人一人に配ってもらえばいいでしょう。いえいえいえ、将軍様、それはいくらなんでもやりすぎかと。やりすぎですか？皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが。団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかと。それは。至極当然なことです。人間は皆甘いものが好きだと聞きました。私が甘味を食べることもおかしなことではないでしょう。巫女もそう言っていました。はあ、やはり甘味は気分を良くしてくれますね。一人で考え込んでいた時よりだいぶ気分が良くなりました。そういえば以前巫女が言っていたのですが、八重堂を立ち上げて娯楽小説を売っているとかなんとか。それでいつも私に自慢していたのですが、私にはそれがどんなものなのかすらわかりません。ちょうどいい機会ですので、私をそこへ連れて行ってくれませんか？いいぞ、いろんなものを見てみよう。将軍様？将軍様直々に八重堂にいらっしゃるなんて、何か重大な伝達事項でも？いえ、そんなにかしこまらず、ただ見に来ただけです。申し訳ございません。何のことかさっぱり。管理方面のことでしょうか？それとも出版規範、もしくは消防問題など？将軍はただ単に本が読みたいだけなんだ。将軍様が娯楽小説を？ええ。何かおすすめの本はありますか？八重堂の小説は主に一般向けで、内容も奇烈なものが多く、将軍様の趣味に合うかどうか。あくまでも試みですので、同じものばかりでは意味がありません。安心してください。文字で書かれた物語である限り、理解できないということはありませんよ。それはそうですが。大丈夫だ。理解できなくてもオイラたちが将軍に説明してやるぞ。わかりました。では最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ。中にはこの小説はすごいの受賞作品もあります。つい最近その作品をまとめて売り始めたんですよ。まあそこまで深く考えず楽しんでいってください。わかりました。では行きましょう。どういうことでしょう。私が甘く見ていたのでしょうか。本に書かれた文字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの転生ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣について。名前が長いですね。ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。これはこの本の設定だぞ。設定とは？
設定は何に使われるのですか？事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか？それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか？ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。あ、こうしよう。オイラたち二人が分かりやすい小説を選んでお前に聞かせてやるよ。分かりました。私はいろいろな本を読んできたつもりでしたが、このような物語を読むと何に注目すればいいのかすらわからなくなってしまいますね。ですが期待はしています。巫女らしさが伝わってくる、きっと面白いものだと思いますから。じゃあオイラたちに任せろ。ちょっと待っててくれよな。結構難しいと思うけど、とりあえず見てみよう。変なやつだな。どうしてそんなにすごいんなら部の、それもそう。登場人物にお菓子の能力。こんな題材まであるのか。この物語は A に聞かせない方がいいと思うぞ。もし誰かがオイラになっておい。そんなのありかよ。ちょっと見ただけだけど、この女の子は小さい頃から主人公のことが好きで。そうだな、物語はけっやっと読み終わったな。頑張って A に聞かせてやろう。その顔からしていい物語に出会えたみたいです。どうして七人とも主人公との交際にこだわるのでしょう。これも設定というものですか。違うぞ、これは普通の恋愛なんだ。主人公は最後に一人しか選べないからな。なるほど。大切な関係を築きたいからこそしっかりとした選択をしなければならない。これが苦しさと矛盾の原因になっていたのですね。それでしたらもう一つ設定を加えてみるのはどうでしょう。主人公が全ての方の感情に応えられるようになれば全て解決ですね。それじゃあ恋愛物語の見どころがなくなっちゃうぞ。恋愛？うん、設定とは奥深いものなのですね。エイは八重堂の娯楽小説に対して何か感想はあるか？オイラたちの選んだ物語はどうだった？好みに合うものだったか？具体的な内容よりも物語から感じ取れたのは時間が稲妻に残した痕跡です。私が一心浄土に長く居座ると決めた頃はまだ八重堂というものはありませんでした。ましてやこのような物語の存在も。将軍は私の意志に従い永遠の国を作ろうと最善を尽くしました。この国に変化が起きるはずがないのです。ですが今食べ物も物語もすでにだいぶ違ったものになっています。その考えには同意できません。もし私たちがまだ一心浄土にいればきっとそう答えていたでしょう。しかし事実が目の前にある今、その現状に異を唱えるわけにはいきません。お前に新しい考えを持ってもらおうって考えたからこそ卒
記憶とは違うものみたいだけど、みんな今の生活を楽しんでる。これはきっと間違いじゃないはずだろ。ええ、その通りですね。私は変化の一切に慎重な態度でいましたが、永遠を追い求めたいと思ったのは決して人類の進歩を止めようとしたからではありません。あなたたちの誘いを受けて本当に良かったです。それはあなたがこういうことに慣れているからですよ。私にとって今回の旅は相当価値のあるものでした。たくさんのことを拝見し、たくさんのことを考えられました。いくら褒めたたえても、いくら振り返っても足りないほどです。そうだな、エイが楽しめたのなら記念となるものを残した方がいいもんな。撮影？一体どうしてそう、私が聞いたことのない言葉ばかりが現れるのでしょう。大丈夫だ、オイラたちについてきてくれ。景色のいい場所に行けばオイラたちが何をしたいのかきっとわかるぞ。いやダメだ、登場人物に。その今から何をするのですか。お前のために写真を残すんだ。具体的な操作はオイラたちに任せろ。お前はそこに立ってポーズを取るだけでいいぞ。簡単に言うと、写真は今この瞬間のお前を記録することができるんだ。何かの記念に残すにはぴったりだぞ。ポーズを取るとはどういうことでしょう。なるほど、つまりあなたたちに向かって見栄えのある格好を取ればいいのですね。よく考えるとなんだか恥ずかしいですね。どうすればいいのでしょうか。何か私に案をください。気楽ならこうでしょうか。はい、いい角度を決めてエイを記録しようぜ。撮れたぞ、ほらこれがさっきお前のために撮った写真だ。これは不思議ですね。砲術の一種でしょうか。この中にもう一人の私を複製したのですか。しかし動かないみたいですね。先ほどまで体がこわばっていてあまりよく撮れていないと思っていましたが、今見てみると全く同じ姿勢で、そして背後の風景も。それがこいつのすごいところなんだ。少々お待ちを。まだ原理を理解することができていません。つまりこの中にいるのは私ではない。私ではないのならどうして私と全く同じ姿。これはオイラの回答能力を。そうだぞ、お前は将軍を自分のことだと思ってるのか。もちろんです。今まで稲妻の管理を他の人に任せようと思ったことはありません。じゃあ今のお前は何なんだ。それを言うなら私は私の存在。なんだか私は私、例えば将軍は私の存在する形の一種であり、彼女が私であるかどうかという問題は決して彼女の体にある部品によって決まることではありません。そういうことなら、この人、ええ、永遠を追い求める私でさえも存在の形が変わり続けていたのですね。そうであれば一体どうして稲妻に、そして稲妻で生きる一人一人。今回あなたたちとの旅で見たものは
すべて私の認識外にあるものでした。はあ、お恥ずかしい一面を見られてしまいました。もし今回見聞きしたもので定義するのなら、今の稲妻は私の印象とは大きくかけ離れたものになっています。ですが決してそのメガリレー、千住百目心臓、これらはすべて永遠に追い求めるために生まれたもの。もし私自身が永遠に近づいていたら、このようなことは起きなかったでしょう。私は全てをきつく縛り付けすぎていたのでしょうか。どうやら分かったみたいだな。今回のオイラのガイド、すごく価値のあるものになったみたいだ。カマジ様、カマジ様。お、なんか人が騒がしいな。一平みたいだ。どうしたんだろう。天領奉行の人ですか。そうみたいだ。え？今こそし。あなたたちでしたか。僕はって、将軍様、九条釜爺坊ちゃんに会いにいらしたのでしょうか。申し訳ございません。釜爺様はまだお帰りになっていません。もしよければ私めが代わりにことづかりましょうか。そうかしこまらず。ここへ来たのは用件があったからではなく、あなたの慌てた声が聞こえたからです。はい、実は釜爺様が交渉に行ったきり帰ってこず、何かあったのではないかと心配しているんです。釜爺様は普段外でブラブラしたまま帰ってこないことがしばしばありますので、多分どこかで迷っているのかもしれません。ですがなぜか今日に限ってすごく不安に感じるんです。九条釜爺、聞いた感じでは九条家の子息のようですね。はい、申し訳ございません。当主は病を抱え、若旦那は長年不在。現在九条家は九条釜爺が九条家の名代となっております。天領奉行が混乱に陥っていることは私も噂に聞きました。そのことが九条釜爺と関係があるのですか。申し訳ございません、将軍様。それも九条家の失態です。九条家の名誉が大きく傷つき、勢力が衰退し、将軍様は天領奉行の今後の取り決めを将軍様も決めていませんでしたので、ですので釜爺様は高塚家にこの状況を仕切ってもらおうと交渉に行ったのです。だったら奉行所で交渉してるはずだ。どうしてこんなところで探してるんだ。いえ、今回の会合場所は特別なところでして、僕も戸惑っていたところなんです。それに重鎮同士の会合となると僕も詳細が聞きづらくて、場所は鳴上大社近くにある山の上で、そこに高塚崎が所有する特別な拠点があるそうです。高塚さ、聞き覚えのある名です。長きにわたり九条家の補佐を務めていたはずですが。はい、そうなんです。だからこそ釜爺様は交渉に行きました。しかしいくら話す内容があるにしても時間がかかりすぎています。城内をくまなく探したんですが、まだ帰ってきてないとなると。そうですね、僕もその可能性を考えました。ですが僕の身分では高塚崎に入ることはできません。いえ、僕の考えすぎの可能性もあります。もし交渉の邪魔になってしまったら、それこそどう許しを請えば。僕は釜爺様の付き人ですが、幼い頃から一緒に成長してきた仲でもあるんです。僕はただ彼に何か起きたのではないかと心配で、僕はあの方のように賢くはないので手助けはほとんどできません。しかし自分の失態で釜爺様を危険にさらしたくはないんです。うーん、
いかがお考えで？直接出向いてみましょう。私の身分であれば交渉の邪魔をしてもあなたに影響はないはずです。それに元はといえば、私が早急な決断を出せなかったのが原因。このことは私が解決すべきです。ありがとうございます。将軍様直々に出向いていただけるなんて。僕も他の場所を探しに行ってみます。ではその会合場所を記しておきますね。うまくいくことを祈ってます。はっ、ひゅっ。私の降臨をたっ、うわ、こんな見つかりにくい場所にあったのか。一般的には山奥にこのような建物を建てる理由はないは。この地に属さない気配を感じました。危険な気配です。はい、用心して進みましょう。あの九条家の子息、すでに危険な目に遭っているかもしれません。切り捨てましょう。運命の巨影、見切りました。無我の境地、気をつけるぜ。天道、ここにある。裁きの雷、ふっ、やっ、やはりダメだった。命を捨てに来たか。これが運命です。あ、花火見えひん。ここまで、やっけ、やっ、ダメ、こまかった。天道万象、水中て見切りました。せた、ここまで、やはりせ、ここより弱熱の時、裁きの雷、姿を、ここまで、ここまで、やっ、捨てに来た。天道、ここにある。運命の巨影、逃げ道はありません。やはりダメだった。難攻不落、突き合い、運命よ、やったって。
在の名に天道万象。運命よ、ここにいなよ。無我の境地見切りました。いのやわせん金魚やで。えっ、ふっ、ここな、でっ、へっ、やっ、いや、はっ、やっ、いくで。将軍様がどうして？今の状況を私に話してください。高塚家の跡取り。私たちはただ近頃天領奉行で起きたことについて話し合いをしていただけです。将軍様がお気になさる必要はございません。そのためだけにこのような人里離れた場所で浪人とカイラギを見張りに置いていたのですか？それは近頃の混乱のせいで安全面の問題を考慮し。黙りなさい。九条家の子息、説明を。はい。もともと交渉が目的で来たのですが、彼らが欲したのは九条家が罪を認めることを記した書面でした。罪を認める？はい。九条家がメガリレーで犯した諸々の罪や近頃起きた様々な失態など。事実を述べているだけで決して捏造ではありません。確かに捏造ではないでしょう。しかしその中には高塚家の功績がただ記されてありました。高塚家は危機に陥っても混乱することなく必死に形勢を変えようとしたと。しかしそれらは全て身も蓋もないことです。何を言う。貴様急に態度を変えよって。話が違う。事実を述べたまで。判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚家は自らの印象を良くしようと操作し九条家に取って代わろうとしているだけに過ぎません。そうでなければどうして先の書面にありもしない功績を強調して書いたのでしょう。そしてこのように軟禁する形で僕に署名を強制させるのでしょう。何を言ってる。誰が貴様なんかを軟禁しているというんだ。これは交渉だ。これじゃさっきと全く話が違うじゃないか。状況は概ね理解しました。この赤蔵のザレ言に耳を傾けないでください。将軍様も知っての通り九条家は以前大きな過ちを犯しました。彼らの話は一言も信じてはなりません。あなたたちの論争に興味はありません。しかし高塚家の跡取り、あなたは天領奉行の地位を得たいと思っている。間違いないですね。それは、はい。将軍様のために全てを捧げる。これは天領奉行衆にいる全てのものが永遠に追い求めることです。そうであればわざわざこんなことをする必要はありません。天領奉行を任命するのは私です。決闘で私に勝った者に新たな天領奉行の座を与えましょう。なあ、将軍様と決闘。初代天領奉行は斧が手に握った刀を用いて彼の意志を私に証明しました。それがあったからこそ今の九条家まで受け継がれてきたのです。私に新たな名を認めさせようとするならば当然それ相応の試練を受ける必要があります。そんな、まさか剣術の心得がないとでも。それとも年を取って自信をなくしているのですか。私のためと口にしておきながら私の刀と相対するのが怖いと。そうですか。ではあなたたちは高塚さでも何でも私に勝てれば新たな天領奉行と認めましょう。私の前に立つ勇気のある者は一人もいないのですか。ば
僕に挑戦させてください、将軍様。九条家の子息、残念ながらあなたが私に勝っても九条家の犯した過ちが帳消しになることはありません。いえ、勝算があるとは思っていません。それに当主があんな過ちを犯してしまったんです。九条家が天領奉行を受け継いでいくのも終わって当然だと僕は思います。メガリレーを執行していた時、僕は父の考え方に疑問を抱いていました。自分のしていることが間違っていることも自覚していたんです。しかしどんなに疑いや反省を繰り返しても、たとえ全てを理解していても行動には移せませんでした。ましてや誰かを救うこともしませんでした。今の九条家の没落はそんな僕への罰なのでしょう。僕は何もできなかったんじゃなく、何もしなかったんです。少々残酷ですが、あなたの力ではどちらにしても何もできませんでしたよ。はい、僕の力は微々たるものです。父は話を聞いてくれず、兄も僕を手伝えない。一平に叱られることもしばしばありました。ずっとずっとそうだったんです。しかし少なくとも今は、九条家が最後を迎えようとしている時である今は、僕が九条家の名代なんです。よって父と同じ責務を果たします。将軍様の言った通り、僕の祖先は刀で自身の意志を証明しました。では僕にも、この九条鎌治にも同じ形で終わらせてください。これが僕に残された何かできる最後の機会なんです。明らかに意味のないことです。しかし受け入れましょう。かかってきなさい。九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか。ご指導のほどお願いします。これが永遠の中にある変数ですか。しかしその誇り、まだその地に残っていたようですね。九条鎌治は傷を負いました。高塚さんの跡取り、面倒を見てやってください。挑戦する勇気がなくとも、このような雑務はこなせるでしょう。はあ、返す言葉もございません。誠に申し訳ございません。今の九条家では対局に耐えることはできないでしょう。このことは以前から聞いていました。もともと天領奉行の後継者を探すのは確かに急を要すること。
しかしこの決闘を経て九条家への処置はしばらく保留することにしました。これから高塚家は以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに忠誠を誓います。もしあなたたちがまだファディのやり方に従い誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていたら、私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを肝に銘じておきなさい。はっ、感謝いたします、将軍様。もう結構です。その他の調査は奥詰衆に任せます。あなたたちは私と共に来てください。静かな場所へ行き話したいことがあります。物事を処理するとき、やっぱり将軍って感じがして威厳たっぷりだったな。そうですか。自分では結構融通が効くようになったと思いますが、将軍であればきっと容赦なく九条かましを切っていたでしょう。彼はあのようになる覚悟ができていました。あの目を見ればわかります。九条家には栄光から衰退へと、確かに想像を絶するほど大きな変化が起きました。九条かましは優秀な後継者ではありませんでしたが、彼はそんな巨大な変化の中、私に変わらないものを見せてくれました。これはあなたたちのおかげでもあります。町の散歩、あなたたちがくれた写真、それらを見たからこそこのことに気づけたのです。これからの九条家はどうなるんだ？まだ天領奉行を引き続きやれるのか？それはやはり不可能でしょう。あの後継者に光るものがあるとはいえ、犯した過ちをかき消すことはできません。しかしもう少し時間を与えましょう。何せ過ちを犯したのは彼らだけではないのですから。将軍は間違いを犯さない、犯してはいけないもの。しかし栄として彼らにはお詫びの気持ちを伝えたいと思います。これからの日々、考えるべきことがたくさんあるでしょう。それはやはり将軍に任せるでしょう。最も永遠を脅かすのは時間がもたらす摩耗ですから。将軍には自己保護の機能があると言いましたよね。それは私が時間とともに変化してしまうことを予測したからなのです。ですが、まとまった考えについてはどんなに困難でもやり遂げようと思います。確かにこの一時は記念しておく価値のあるものですね。そうだな。天領奉行のことも解決したし、城内の人も健康な将軍の姿が見れた。これで悪い。もし外を回るのが気に入ったのなら、またお前を誘いに来るよ。いいえ、結構です。これは私の生活の一部ではありませんので。それに私に付き添いが必要みたいに言わないでください。では私は帰る。静養はまだしばらく続きますが、あまり長くはならないでしょう。あまり重要。おう、じゃあまた今度な。いろいろ予想外のこともたくさん起きたけど、最後は結構順調にいったな。あとは通行証をミコに返すだけだ。行くで。
ミコ、帰ったぞ。うまくいったぜ。ほう、ならば汝らの物語をしかとわらわに話してもらおうか。実に面白い。堂々たる将軍様が田舎から来た素朴な娘のように城内で買い物をするとは、この目で見られなかったのが誠に惜しまれる。いいんじゃ、あやつはそのようなこと気にせぬ、決してな。じゃが汝らの話によれば、あやつは永遠のあり方について少しだけ触れることができたようじゃな。それが一番重要な収穫じゃ。実を言うと、汝らに通行証を渡した時はここまでの進展があるとは思わなかった。おう、もう全てが止まることを強制することはないみたいだぞ。よく言えば神の独りよがりな思い、悪く言えば俗世の七七星でさえより強大な存在を前にした時、なすすべのないこともあるということじゃ。自分で考えろ。とにかく話を聞くと、今回の旅は愉快なものであったみたいじゃな。 A のそれほど堅苦しくない一面も見られたはずじゃ。今度またあやつに会いたい時は、わらわに通行証を借りに来るといい。口では言わぬが、実は結構な寂しがり屋なんじゃ。え、でも付き添いはいらないって。あやつは神じゃ。神に付き添いが必要なわけではなく、付き添いが贅沢すぎるんじゃ。じゃが汝はこの世界に属さぬもの。もしかすればそれが最良の選択。